今日は俺の誕生日、つまり俺が主役だ。さーて何をしてもらおう。そう身構えなくても君に無茶を頼んだりはしないさ。花から期待してない、祝ってくれるだけで十分嬉しいよ。ありがとう。俺が生まれた日を盛大に祝ってくれるって悪くない誕生日になりそうだ。宴もパーティーも日常茶飯事だ。今日ぐらいのんびりさせてもらえるといいんだが。そろそろインタビュー担当の生徒が来る頃だな。魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターが幸運を運んでくるというが、この学園の生徒がトラブル以外を持ってくるのか。一体誰が選ばれたんだろう。失礼します。本日プレゼンターを務めるセベク・ジグボルトです。ジャミル先輩、お誕生日おめでとうございます。俺のプレゼンターに選ばれたのは君か。今日はよろしく頼む、セベク。はい、まずは誕生日プレゼントの贈呈だな。ジャミル先輩、こちらをお受け取りください。ありがとう。さて何を選んでくれたのか。この本は旅行家のエッセイ集か。何何、へえ、著者は随分と多くの地域に行ったことがあるようだ。ジャミル先輩は一人旅に憧れているとのこと。だから趣味に合いそうな本を選んでみた。そうか。正直プレゼントは期待していなかったが、この本は嬉しいよ。読むのが楽しみだ。ただ大量に貼ってある付箋は何だ。本そのものは新品のようだが。歓喜の港か。映画の舞台になったことでも有名な都市だな。俺もいつか行ってみたいと思っていた。サムさんの話だと街の至るところで楽器の生演奏を聴けるらしい。歩いているだけでも楽しそうだ。うん？あちこちにマーカーでラインが引いてある。付箋にはいろいろ書き込まれている。有名なアーティストが飛び入りでステージに立っていた。音楽ファンの間では有名な店。へえ、そんなサプライズもあるのか。ますます行ってみたくなる。奇跡の国の北側はやっぱり寒いんだな。付箋に書いてあるのは服や靴を選ぶ時のポイントか。それにオーロラを見る時の心得。そうだな、もし旅をするなら自分の目でオーロラを見てみたい。このページにはグルメ情報がまとめられている。へえ、ネッサの国以外でもスパイスをふんだんに使ったカレーみたいな料理があるらしいぞ。桃、イカスミ、発酵させた大豆。うん、本当にいろいろなものを入れるんだな。想像がつかなくて興味深い。他のページにもおすすめや注意事項、豆知識が書き込んである。要点が抑えられていて分かりやすい。本当に行ってきたみたいな書き口だ。まさかセベクの経験談か。いや、ラッピング中に同席していたリリア様がかつて旅した土地について話してくださったのだ。その貴重な話をぜひジャミル先輩に伝えたいと思い、僕が文章にまとめて付箋に記入した。僕の生まれた茨の谷に関する記述はないが、とても素晴らしい場所だ。いつか来訪してみてほしい。ああ、最高のプレゼントをありがとう、セベク。リリア先輩にもぜひお礼を伝えてほしい。食レポの部分は見なかったものとして、いつか旅に出るときはこの本を相棒として連れていくよ。ではインタビューに移らせてもらう。最初の質問だ。無人島に一人連れていくなら誰を選びますか。ただし、お
同じ寮の生徒は除くとのこと。わざわざ言われなくてもスカラビア寮の生徒はまず選ばないな。なぜだ。僕ならばまずは自分と同じディアソムニア寮生をと考えるが、まず前提条件が無人島なんだろう。スカラビアはどちらかといえばインドア派が多い。無人島で生き延びるには住居の確保、水や食料の調達に火起こし、他にもやるべきことは山積みだ。その上脱出手段を確保するなら慎重にメンバーを選ばないと。ほう、ジャミル先輩は救助を待つのではなく自力での脱出を試みるのか。ああ、無人島ということは虫の巣窟のはず。長居するなんて絶対にごめんだ。それに島で十分な食料を集められるとも限らない。飢えて体力がなくなってからでは脱出は不可能だ。無事に生き残るためには一日も早く島を立つ必要がある。そのあたりを踏まえると脱出を成功させるために必要な人材はサバナクロー寮のジャックだな。ジャックだと。あいつは力仕事が得意そうだから木材を運んだり家を建てたりするときに頼りになるはずだ。それにジャックはかなり鼻が利く。水源や食料を見つけ出す上で大きなアドバンテージになる。寝床と水と食料の調達をジャックに任せられたら俺は脱出手段の確保に専念できるというわけさ。さすがだジャミル先輩、サバイバルの基礎をしっかり押さえていらっしゃる。効率を重視した上でジャックを駒遣いにすることを選んだのだな。人聞きが悪いことを言わないでくれ。適材適所というやつだ。だが他人を従わせるのは容易なことではないぞ。心から尊敬できる相手でなければ僕は主君として認めない。ああ、その点については全面的にセベクに同意する。とはいえ無人島を脱出するという共通の目的があればジャックは手を貸してくれるだろう。この学園の者には大変珍しく彼には年長者を敬う気持ちが備わっているようだし、思いつきで行動してトラブルを起こすわけでもその時々の気分で周りを振り回すわけでもない。言葉巧みに他人を陥れる真似もしない。無駄な駆け引きをする必要もないはず。数日一緒に過ごすだけなら特に問題はないと思う。では次の質問に行くぞ。もしスカラビア寮以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますか。天寮か。別にどこでも学べることは多いだろうしそれなりにやっていけるとも思うが、できるならオクタビネルは避けたい。腹の探り合いばかりで気の休まる時がなさそうだ。パーツラビルに関してはあのポップなデザインの寮服を着ることにかなり抵抗があるな。それ以外ならどこでも構わないが、強いてあげるならイグニハイド寮がいい。イグニハイド。機械いじりばかりしている連中が集まる寮を選ぶなど気が知れない。この質問の答えはディアソムニア寮一択だろ。セベクの言う通り魔法の扱いに長けた生徒の多いディアソムニアも魅力的だ。だが砂漠の魔術師に関する伝承の一つに人工的に雷を起こす装置を作ったというものが、落雷によってしか起動できない占い用の魔法道具を好きな時に使うためだったらしい。どんな仕組みになっているのか、そもそも何を使って作るのか、幼心に興味をそそられた記憶がある。だからイグニハイドに行ったら砂漠の魔術師が作った装置を俺の手で再現してみたい。魔導工学系の知識や技術に長けた生徒が集まるイグニハイドでなら不可能ではないはずだ。待て、雷を起こしたいという話ならやはりディアソムニアを選ぶべきだ。マレウス様は自在に雷を操ることができる。それに雷は茨の魔女の逸話で多く語られているものだ。まだ学生の身とはいえ魔法師たる僕たちがなぜわざわざ機械を一から組み立てて雷を起こすなど、セベクの疑問はもっともだ。俺もその答えを知りたいんだ。グレートセブンに数えられる魔術師が大掛かりな装置を作ってまで何を占おうとしていたのか、実際に砂漠の魔術師に尋ねられない以上
やはり自分で装置を作るしかないだろう。よし、これでインタビューは終わりだな。俺はそろそろ。何を言っている、ジャミル先輩。まだ終わりではないぞ。むしろこの後がインタビューのメインイベント。プレゼンターとして最も重要な仕事だと聞いている。一体誰がこんな催しを考えたんだ。期限は定かでないが、誕生日を迎えた生徒のため幸運のギフトを贈る習わしなのだろう。ジャミル先輩が幸せな一年を過ごせるように、僕も誠心誠意プレゼンターの務めを果たさせてもらう。やはりやるのか。では改めまして、ジャミル先輩、お誕生日おめでとうございます。みんなが俺のために歌って踊る、こんな宴なら大歓迎。